まあ、岐阜、名古屋、あと北海道を中心に今キャラクターフードを、広める活動をしています。今からですね、もう6年ぐらい前になるんですけれども、まあ、子供と離れ離れになってしまったことがあって、その時にですね、その子供にどうしたら愛情を伝えられるかなって、で私にできることって何だろうって考えたら、まあ、お料理が好きだったこと、そして絵を描くことが好きだったので、まあ、お弁当に絵を描くっていう方法でラブレターとして子供に愛してるよ愛してる愛してるよっていう思いで作ったのがキャラ弁でした。ですまず蓋を開けた瞬間にわーっていう笑顔を作りたいので、まずその 3D にこう立ち上がった感じで、うわお母さんこんなの作ってくれたんだっていう思いが伝わるように、カラフルじゃないといけないので原色5色以上をぜひ入れていただくととってもなんか可愛いお弁当が出来上がるので、その辺ちょっと注意していただけたらなと思います。私のこのキャラ弁教室っていうのは愛を受け取りに来るところなんですよね。ですので一人でも多くの親子さんの思い出を作りたいと思って、活動してます。やっぱりお子さんが自分で作れるようになったらお父さんもお母さんもきっと喜ぶと思うし、その子たちが大人になった時きっとその自分の子供にも作ると思うんですよね。ですので、まあ、長い目で見て今こういう活動だけれども将来本当に優しい大人を作る授業じゃないかなと思ってます。